皆さん、こんにちは。作家でヨガ講師、太陽の加古です。さあ、私たちは体の中や心の中に自分を癒す力があります。呼吸法と瞑想で不安を吹き飛ばしていきましょう。そして穏やかな心で今日一日楽しく過ごしていきましょう。かかととかかとをおへその真ん中にして座ります。両手体側です。息を吸って肩と耳ぐっと引き寄せて吐いてストン。はい、もう一度息を吸って肩と耳引き寄せて吐いてストン。はい、吸って肩と耳引き寄せて一度肩甲骨と肩甲骨寄せていきます。背骨をしっかり伸ばします。少し肩周りもほぐしましょうか。手のひらぐーっと天井に向けて伸びます。吐きながらゆっくり下ろしていきます。頭の上に手を乗せて、さあ頭倒しましょう。首の凝りほどきます。大きく息を吸って吐きます。あと2呼吸1つ。はい、真ん中に戻します。手を下ろします。反対側いきましょう。反対の手を頭の上に乗せて、頭少し軽く倒していきます。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸1つ。はい、真ん中に戻して手を下ろします。そのままねじりましょうか。ウエストをねじります。膝の上に手を置きます。お尻の後ろに手を置いてウエストをねじりましょう。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸1つ。はい、反対側にねじります。首の後ろもしっかり伸ばしましょう。このまま3呼吸キープ。あと2呼吸1つ。はい、少しね、体楽になりましたでしょうか。安楽座の方はお膝の上、正座上座の方は太ももの上、親指人差し指輪っかを作ります。顎軽く引いてまぶた閉じていきます。では完全呼吸を行っていきますね。鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みましょう。吐き切ります。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。胸を大きく広げます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みましょう。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま胸に新鮮な空気を取り込みます。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きましょう。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背中が大きく広がります。鼻から細く長く吐きます。おへそ内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。薄いお腹のまま鎖骨の下まで新鮮な空気を取り込みます。背骨が空に向かって長く伸びます。鼻から細く長く吐いていきます。完全呼吸を行いましたので、体の中心部にエネルギーの通り道スシムナという大きな神経回路が出来上がりました。
式呼吸に戻りましょう。大きく息を吸ってお腹を膨らませます。鼻から細く長く吐きます。おへそ、内臓の奥にぐっと引き込みます。吐き切ります。大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませます。鼻から細く長く吐いていきます。このまま瞑想していきましょう。呼吸は止めずにゆったりと行います。鼻から大きく息を吸って、口からいらないものを吐き出します。大きく息を吸って、愛、夢、希望、喜び、幸せ、成功、全部体に取り込みます。怒り、悲しみ、苦しみ、妬み、口から吐き出します。大きく息を吸って、嫌なこと、辛いこと、悩み事、全部口から吐き出します。吸う息でゆっくりまぶたを開けていきましょう。さあ、1分間の瞑想でしたけれども、いかがだったでしょうか。ちょっと立ち上がってそばに行きますね。はい、ご視聴いただきました。岡部さん。あ、エバラさん、来てくれたのありがとうございます。呼吸法とね、瞑想していきますと、自律神経を整えます。あとですね、瞑想してると、この前頭葉、おでこのところですね、脳の働き、前頭葉を活性化しまして、セロトニンがたくさん出てきます。なので、リラックス効果があります。セロトニンがたくさん出ると、大脳辺縁系、後頭部の後ろにあります、大脳辺縁系から、コルチゾールというね、不安を感じるホルモンが分泌されるんですけど、そのコルチゾールの分泌も抑えることができます。なので、心穏やかになっていきます。それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師、カコでした。